はい、皆さんこんにちは。週末は山の中チャンネルへようこそ。今回はですね、なくても全く問題ないけど、あるとちょっと便利かもしれない、いや人によってはめちゃめちゃ便利かもしれないというですね、ちょっとマニアックなガジェットを紹介するコーナーです。紹介するアイテムはですね、すべて、実際に私が使っていて、気に入っているものに、厳選して紹介しております。一体今日はどんなものが登場するんでしょうか。それでは行ってみましょう。はい、今回はこれです。これ、なんだか分かりますでしょうかね。なんだか分かりますでしょうか。これはですね、ノセッティといってですね、ノートパソコンのこのキーボードの部分に、載せるカバーとして使うアイテムです。で、これ載せることでですね、こう会議中とかにこうとっさにこの上でメモを取ったりとかですね、一時的にこのものを置いておけたりですね、いろんなまあ文房具だったり、場合によっては飲み物を置いたりとかですね、そういったこのカバーを置くことで、このノートパソコンを置きながら手元で安全ないろいろな作業を、できるスペースに早変わりしてするといったあのガジェットになります。はい、で、本人さえ良ければですね、普通なら禁止行為ともいえるこの精密、ね、ノートパソコンという精密機械の上にこう飲み物を、ね、置くなんてね、禁止行為もね、できてしまうんですね。さすがに飲み物なんか置かないよ、ね、という方は多いかもしれません。ただですね、実際にこう使っていて、ちょっと今だけ置きたいっていう、ね、あのケースは意外とありました。ということでですね、こうどうしてもこう何かこう物を置かざるを得ない、ね、時なんかにとってもあの重宝するアイテムになります。ね、まあ、そういったことであの喫茶店とかでもあの安心して使えますよね。まあ、あのノートパソコン自体がもともとコンパクトじゃないですか。なので、こう狭い場所だったり、ノートパソコン1台がギリギリ置けるようなあの一人用のテーブルの上であの使うこともあると思うんですよ。まあ、そういった時にですね、これを、ね、キーボードの上にこうポンと乗せることによってですね、この上で、いろんなこう一時的にこう物を置いたり書いたり、ね、というようなあの使い方、あの物置き、ね、小物置きスペースとして考えることができるようになるんです。普通にありそうでなかった商品ですよね。あの物を乗せることができるからノセッティっていう商品名なのでしょうかね。ネーミングのセンスはさておいて、実際に使うシーンをお見せします。サイズが2種類ありますので、自分のノートパソコンの、サイズに合わせたものを選ぶようにしてください。でこのようにですね、ノートパソコンに引っ掛けるフックがついています。でアルミ素材なので、軽くて丈夫でいい感じですよね。はい、実際に置くとこういう感じです。ぴったりですね。スタイリッシュですよね。物を置いた感じだとこんな感じですね。はい、キーボードを守ってくれてますね。今だけ物を置いておきたいっていう時はね、結構あります。でノートパソコンの方に邪魔なものをこう動かして、逆にその手元で別の作業をするときに便利です。なかなかスタイリッシュですよね。カラーのラインナップもいろいろあります。キーボード打刻するときとかですね、このように下に置くと少し角度がついて、打刻しやすくなります。新幹線の席ぴったりですよね。リモートワークを快適にというね、キャッチフレーズの商品です。まあ確かにね、この飲み物とかでもね、こぼす前提で使うっていうのは、まあ、とんでもないことでですね、身もね、身も蓋もないというのはまさにこのことですよね。まあ、こぼし方も、ね、少し水滴が落ちるっていうの程度であればダメージ防げるでしょうけど、まあ、こぼし方によってはですね、当然精密機械なんでね、水が下に行ってしまえば危険なので、慎重にね、物を置くっていうのは、まあノートパソコン自体をこう大切に使いましょうっていうのは
引き続きよろしくお願いしますね。はい、あとですね、これ登山やる人とかでも多いんですけど、ね、1人2役というかですね、1つのアイテムで、2通り 3通りのこう使い方を、したりするアイテムが結構好まれてですね、結構私もそういう使い方をしてしまうんですけども、例えば、登山に背負っていくあのリュックサック、ザックなんかもですね、まあ、もちろん荷物を入れて背負うものであり、時にそれをこう枕の代わりにしたりとかですね、椅子の代わりにしたり、ご飯食べたりするあの、ね、テーブルとして代用したりとかですね、そういうまあいろんなあの用途、そういう使い回しをするのと同じようにですね、まあ、小スペースかつ効率的な使い方っていうのはいいと思うんですよね。でこの素材もね、結構こう余りがちな素材をうまくこう有効利用して作った商品というか、あの SDGs みたいなね、そういうのも少しあの感じられて、今の時代いいんじゃないでしょうか。このね、ノセッティ、興味がある方ですね、この動画の概要欄の方にですね、ふたこマルクトさんというところのですね、ショップページの方をですね、リンクを貼っておきますので、よろしかったらご覧になってください。以上、ノセッティの紹介でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。